杉本雅人です。私はお久しぶりねとかね、今更二郎とか小柳ルミ子さんの歌とか、小林明さんの歌とか作ってますけど、今回は、分かれ道という渡里哲也さんと、石田亜美さんの歌をレッスンしたいと思います。この曲はどういうふうに作ったかと言いますとですね、渡里さんが銀座の恋の物語という歌をとても好きで、それっぽいような歌ができないだろうかということで私に依頼が来まして、それで私はこの歌を作ったわけであります。まずデュエットなので結構ハーモニーとか難しい部分がちょっと出てくるので、このレッスンを聞いていただければきっとうまく歌えるようになると思います。それではまず詩を読んでみたいと思います。同じ夢見ていたはずがいつからか離れていった。燃え尽きたわけでもないし、尽くすのに疲れてたわけでもないけれど、心残して枯れ葉舞う道、別れる二人、心残して別れる二人、お前お前、それでも俺たち会えてよかった。一番はこういう内容の詩なんです。まず男の人のパートからいきたいと思います。同じ夢見ていたはずがいつからか離れていったというところまで私がちょっと歌ってみますので、皆さんちょっと聞いててください。同じ夢見ていたはずがいつからか離れていった。はい、こういう感じですね。取り立ててすごく難しいというところはないのです。このメロディーに沿って同じ夢見ていたはずがいつからか離れていたっていうところまでは、そうですね、男の優しさをこうなんか表現できるような感じで歌っていただけると、女の人を包み込むような感じで歌っていただけるといいと思います。もう一度。同じ夢見ていたはずいつからか離れていた。はい、今度は女の人です。女の人はですね、燃え尽きたわけでもないし、尽くすのに疲れてたわけでもないけれど、というところです。それでは私が歌ってみます。燃え尽きたわけでもないし、尽くすのに疲れてたわけでもないけれど。女の人のパートで、ね、注文があります。それは燃え尽きたわけでもないし、尽くすのに疲れてた、にとたの音を切ってください。例えばこういう感じです。燃え尽きたわけでもないし、尽くすのに疲れてたわけでもないけれど。はい、こういう感じでしたら、そんなに難しく歌わなくても軽く優しく、女の人がやっぱり男に頼るような感じで歌っていただければいいと思います。